でね、月着陸船のような、ね、感じなんですよ。はい、こんにちは、リンマンズの小井です。リンマンズチャンネルの中古車紹介、今日はですね、ガレージある本店からお伝えしていきたいと思います。前回ですね、ロードスターのターボをね、極上の車を紹介したと思うんですけど、またね、今回ね、ロードスターのね、かっこいいの入ってきたんで、もうめちゃめちゃいいの入ってきたんで、おすすめを紹介したいと思います。こちらです。ダーン、はい、来ました。こちらですね、 NB のロードスターですね。はい、これもまたね、ちょっとね、ドレスアップチューニングが結構施されていますんで、詳しく見ていきたいと思いますんで、ちょっとの時間ですが、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、行きましょう。はい、こちらがですね、見てください、これかっこいいでしょ。これですね、平成16年の9月登録のロードスターです。はい、グレードが SP ですね。SP というグレードで、走行距離が10万と9460キロ走っております。修復はなんとございません。はい、こちらね、真っ白の車で、ね、こういったのかっこいいアルミがね、バッチバッチ入っております。で、これ見てください、ハードトップですね。改造内容がね、またすごい、6速、改造内容がね、またこんな感じです。5速マニュアルから6速マニュアルに乗せ替えております。はい、で、車外マフラーとね、マキシムの駅間に、はい、触媒も入っております。車外マフラーと、まあ、ホイールですよね。はい、またこれカーボンのリアトランク、このさりげない、このリアスポイラーの形状がまたかっこいいですね。これ欲しいな、本当に。はい、タワーバーに HK 製アクリ、トランクですよね。あとブリットのフルバケットで、ロールバー、ステアリング、内装とかもですね、結構こだわってチューニングしております。はい、ロードスターファンにしてみたらね、なかなか、興味あるね、パーツがいっぱい入っててですね、チューニングがいっぱい施されてます。ね、ライトもね、結構ね、これ変わってます。イカリング付きのね、ヘッドライトに変わってますんで、はい、ちょっと詳しく見ていきましょう。外装はね、ほんと綺麗で、一応このね、ハードトップなんですけど、めちゃめちゃ状態はいいんですね。で、あの熱線のないやつね、逆に欲しい、本当にこれ欲しいな、いいな。はい、で、傷もないし、めちゃめちゃ綺麗ですよね。ここちょっと傷が、塗装がね、剥がれちゃってます。まあ、それぐらいですかね。外装はね、本当にいいんですけれども、まずこれね、きちっと爪折りをしております。フェンダー爪折りをして、こちらがホイールです。はい、車外のホイール、これがね、ちょっとね、ここに傷が入っております。はい、傷が入っていて、東洋タイヤの、はい、R1R っていうのが入ってますね。はい、195/50R15 インチ入っております。はい、で、ここでタイヤの溝が、ゴブ山ってとこでしょうかね。はい、一応これ結構ね、キャンバーかけて、もうビリギリにスライチ持ってって、一応フェンダーをね、爪折り、これめちゃめちゃ綺麗に折ってあるんですけど、やっぱここがちょっと当たるんでしょうかね。はい、こんな感じのクリアランスになっております。はい、これがね、フロント周り、ライトがまたかっこいいでしょ。これライトがね、ライトそのもの自体を車外に変えております。はい、これイカリング付きプロジェクターになってますね、右左とも。一応純正はトランクに積んでありますんで、はい、ちょっとね、フロントバンパーもこうひび割れとかがね、出始めてきておりますが、状態はね、そんな悪くないと思います。うん、こっちはこういうダクトになってるんだけど、こっちはね、左右で違うんですよね。はい、こっちが右の前の方ですね。ここもちょっとね、ちょっと出っ張ってるところがちょっと吸っちゃってますよね。うん、こっちもフェンダー綺麗です。
これまたウインカーもおしゃれだよね。はい、で側面も綺麗です。でこれが右の後ろのタイヤです。いつもねやっぱちょっとここに傷が入ってるんだよね。で一応タイヤはマックストラックってやつですかね。ちょっと 19550R15 メーカーがちょっと違うのかな、うん、フェンダーもすっげえ綺麗に折ったんだけどちょっとここ擦ってるかな。擦ってますね。でタイヤの溝は後ろはやっぱ五分山ってとこでしょうかね。うん、まあ、でこれがマフラーね。ポン出し、これ牽引できるようにこれちゃんとこれついてますね。これちょっとマフラーいいんじゃないのこれ。牽引フックとトレーラー積むようなね牽引のやつがついてますね。下回りもめちゃめちゃ綺麗ですね。状態悪くないと思います。はい、これねトランク、これがねカーボンだからめっちゃ軽いです。でここに積んであるのがヘッドライト、純正のヘッドライトですね。ここら辺も牽引するやつのパーツがここに入っております。はい、でここにテンパータイヤ、はい、そう言ってみましょう。はい、ドアはね何の変哲もないし綺麗です。状態はね悪くないと思います。でフロアマット、ちょっとチェッカーフラッグのね、フロアマットになってますね。白と黒で統一されててなかなかおしゃれですね。プレートも綺麗だしステップも状態悪くないと思います。はい、でこちらが運転席ですね。ブリットローマックスのフルバケット、リクライニングしないやつですね。入っていて4点式のロールバーが入っています。はい、斉藤ロールゲージさんのねロールバーが入ってますね。4点式これだとやっぱり横転した時とかは本当に安全性はありますよね。まあハードトップも入ってるんでいいんですけど、はい、で一応ね内装、運転席に座ってみたいと思います。はい、これが運転席でございます。はい、メーターはですねクリーム色の白ですかね。はい、で統一されております。で赤の針がついてるかな。イグニッションオン、そうすると走行距離が 109,471 キロです。左からガソリンメーターのタコメーター、これが油温です、あ油圧かな、油圧とスピードメーターに、これ水温なんですけどこれデジタルにもなってますね。はい、あこれ ETC です。でボードね、ダッシュボードにここになんか貼り付けてあったの跡がありますけど、それ以外は本当に綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗だと思います。はい、で一応、コンポ、カロッツェレのコンポが入ってます。でエアコンで、ここに本来ここにですねコンソールとかがあって、ウィンドウの開け閉めのスイッチがここにあるんですけど、これうまいことできてるのがこれね、これがねウィンドウのアップダウンになってね、すごいな。でこれが、H パターンの5速じゃなくて6速ですね。6速のミッションで、ここがもう何も取っちゃってる、何もなくってすごいシンプル、これめちゃめちゃいいな。で一応これねソフトトップはね取っちゃってます。これハードトップ外すとソフトトップは閉められなくなってるんで、もうなしですね、ホロなし。はいはい、で助手席もねすごいけど純正のシートですけど、はい、助手席のシートはすごい状態は悪くない、めちゃめちゃいいですね。ボックスがあってこれはおしゃれだね。ここもねちょっとカーボン柄に変わっててアルミの、はい、レバーが入っております。
シフト、これもおしゃれだよね。かっこいいですよね。これスパルコ？なんだろう。かっこいいですね。でステアリングは車外なんでしょうけど、これももじゃなさそうですね。ホーンのスイッチがももで、これね、これはなんかちょっと社外品なんですけど、メーカーちょっと不明ですね。グラフィックスのね、この外すやつが、ね、こうやって外れるようになっております。これなかなかおしゃれですね。はい、でこれイグニッションで、めちゃめちゃいい音だな。吹き上がりが全然違いますね。エンジンルーム、注目のエンジンルーム行きましょう。あ、ボンネットも軽い、めちゃめちゃ軽いですね。はい、あらまあ、これ最高ですね。こちらがエンジンルームになっております。めちゃめちゃ綺麗。はい、まるでね、月着陸船のようなね、感じの色合いになってますけど、はい、B6-ZN のエンジンですね。排気量 1597cc、1600、NB の 6C ですね。はい、来ました、これ。はい、マキシムさんの駅前に、これちゃんとね、テープ巻いてね、めちゃめちゃいい感じですね。これいいなぁ、これ本当にいいな。これエンジンマウントね、これダンパーついてて、すごいです。綺麗です。何もかも綺麗。これクリーナーも新品じゃないの。めちゃめちゃいいね。これはなんか走りがなんかすごい良さそうな車だな。これめちゃめちゃいい。水冷直列4気筒 DOHC の16バルブのエンジンです。いや、これ綺麗だな。いいな、これ。はい、でこれね、ライトがどんな感じに光るのかちょっと見てみましょう。はい、こんな感じです。イカリング入ってね、これがポジションでしょうかね。なかなかいいね。はい、こんな感じです。OK、 そうしましたらね、このワクワクとマックスの車、ちょっとね、乗ってみたいと思います。まずエアコンをかけたんですけど、はい、もうバッチリエアコンもグー効いてます。エアコンも問題ございません。体に入ってるまで、はい、一応こちらオーディオもね、問題なく、動いております。で一応これね、さっき言った窓、これが窓のね、開け閉めのスイッチになってますね。これがね、ちゃんと動いてますね。はい、で一応ミラー右左上下、こっちも上下左右 OK ですね。一応これもちゃんと動きますね。問題ないです。はい、じゃあね、これどんな感じかちょっと行ってみたいと思います。デフが入ってるね。あー、ミッションもいい感じ。お、これはなんだ。はい、ちょっとね、思った以上に足が柔らかいのかな。もっとスパルタン的なものをね、ちょっと連想してたんですけど、結構今フロントの車高がちょっと上がってたからな。デフが効いてるのかな。すごいデフが効いてる。なんとなくちょっとね、足回りがふわっとした感じの、もうちょっと前硬くてもいいのにな、低くて。それはもうそんな感じにしちゃってるのかな今。うん、
すごいキャンバーかかってて、まあ、乗り味的にはもうはっきり言ってもうフルバケットなんで、もう体はもうがっちり固定されてます。そして、一応ボディとね一体化できているんですけど、だからこそ感じるこの、ちょっとこう車高の柔らかさなのかなっていう感じがします。でちょっとゆっくりでこう曲がっていくと、デフが効いてガコガコガコっていうのは何だろう、ここら辺はきちっと収まってるもんな、問題ないよな、うん、ここら辺がねガタガタするのはよくあるんですけど、この辺も大丈夫ですよね。ロードスターはね、あのチルトないんで、ここら辺ちょっと何にも操作できないんですけどね、もう一応シートもロボケで一応一番ロールバー入ってて一番後ろに下げられない場合もあるんですけど、これ一応、一番後ろじゃないんだけど、これでやっぱり一番ぴったりぐらいかな、もうちょっと本当は下げたいなっていう気持ちはあるんですけど、これでも十分乗れるかな。クラッチも別に車外入ってるわけじゃないんで、つながりは別に本当ノーマルと同じ感じです。音は締め切っちゃうとあんまり大きさも感じない。だこれちょっと足のセッティングかな。いや普通に街乗りする分には全く問題ないんですけど、もうここまでやってある車で、もうちょっとあの、ガッチガチのスパルタン系をちょっと想像したのとはちょっと違かったっていうだけで、なんとなくハンドルが左にね寄っていくような感じがする。これアライメントと等が合ってないのかな、うん、そこら辺は調整ですよね、調整のような気がする。変な意味で、アクセルをオンした時の出だしとか、こうブレーキを踏んだ時の、沈み方とかでハンドルが取られるっていうわけじゃないんで、そこはちょっと、違うんですけど、全く問題ないんですけど、ほらこのガコ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 ってやつね、3、4、5、6速までありますからね。これ今4速です。このシフトがねすごいやりやすい。やっぱ全体的なこのハードトップの立て付けの音なのかな、うん、ここをもうちょっとがっちりつければこの今の音はなくなるかな、うん、この気になるキュ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 って音はなくなるんじゃないかな、うん、かな。これもね結構グニョグニョなんで、うん、これステアリングとちょっと音とぐらいですかね。あと気になるところといえば、はい、どうも。今回ですね、この入ってきたばかりのねニューロードスター NB6C ですね、の車がですね入ってきてるんですけど、これまた見た目から何からかっこいいですよね。めちゃめちゃ状態がいいと思います。で一応試乗までして見たんですけど、気になる点何点かあると思います、まず左にねちょっとハンドルがちょっと取られていくかなと。でフロントがねちょっと柔らかいのかな、これちょっとセッティングが必要ですね。でちょっとねあの乗った感じで言うと、ここら辺の部分でデフもそうなんですけど、ちょっとキュッキュッキュッっていうね、音がするんで、一応ハードトップの立て付けなのかなっていうのがねあると思います。あとハンドルね、こだわるんだったらハンドル、ちょっと柔らかすぎるんで、もうちょっといいやつに変えてもらったらって感じですね。
左のヘッドライトがねちょっと消えたっぽいんで、もう一回そこら辺は見てみたいと思うんですが、あとはね、これまだね金額が出てないんですよ。なのでもしこの動画がですねアップされた時にまだ、ホームページとかですね出てなかった場合は、ガレージある本店まですぐご連絡ください。いくらですか、交渉できるはずです。はい、今ですね金額をお伝えすることができないんですけれども、めちゃめちゃいい車です。やってある内容からすると絶対ロードスターのりはビリビリってくるはずですので、できればですねガレージある本店までご連絡ください。0482-2222お願いします。